参加しました。ライブからは石田より昨年のインターハイ甲子園の地位、そして東京都的にはオーディオスでも活躍しました。そして山梨学院からスタート、昨年先月の東京都の甲子園の3位、そしてこちらも国体でのオーディオスでも活躍しています。そしてランキング的には石田優が2分35秒26に2位のランキング、そして島田選手が2分41秒36でランキング5位の時代を持っています。ハローイーブンが入ってきました。今のシーンでも積極的に飛ばしていく。そして石田優が今バック通過していくところ、ライフのスプリットが若干速い。今にシルカコンバ4秒ほどリード。スタートから1分、さあ1分2秒と3秒、その差は1秒程度。前半は今にシルカ1秒リード。まもなく1キロです。1分17秒と18秒ともにさあ飛ばしてきました。1秒差、この1キロのスプリットは先ほどの一番時計を上回ろうかというペースになっている。さあ1秒差で現在岩西シルクがリードを取った状態、半分に入れ。さあしかしながらこの辺りから戻してくるか、半分5秒ほどにその差を縮めてきた石田優。さあそして後半に向かっていくところ、どちらかというと後半にきっちりと照準を合わせてきたか。さあそしてしかしながら現在のところ今にしろともう一度戻そうというそんな勢い。コンマ3秒後のリードを持っている残り1周。さあ残り1周のところで、さあそしてここで返したい石田優、2分4秒で回ってくる。さあ先ほどの一番得意の同じペース谷間の記録は2分36秒。さあそして今にシルクもここまではぐいぐいと引っ張る、そんなペースを見せた。さあバック2分19秒どうなれば、ここでリードを取った1秒差。そして最終4分の1周2分26秒今の1秒もある。1秒先は2分30秒最終組ホームからスタート石田優、後半きっちり飛ばしてきました。2分34秒61で最終組1番の点になります。